はいどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネル FNS のピオタです。さあ今回もクレイジー A をやっていきたいと思います。さあどこのね部分をやっても基本的に本当にクレイジーしか出てこない。さあ残り2つ選んでやりたいですが、どうしましょう。飯はまだなのかいと食べ頃ねが面白そうですね。じゃあ飯はまだなのかやりましょう。あちらの ATM でお金を振り込んでください。警察案内しちゃダメでしょ。絶対あれでしょ。もしもし、あれ俺、そう息子の高橋な、この間新しい車買ったんだけどさ、事故って相手側に知らん金、相手側からさ、知らん金100万払えって言われてさ、みたいな。そんな感じですよね。100万円払うみたいな。バッチャ。とりあえず、払えますかみたいなね。そんな感じのことを。Please attach your money using the LTM over there. アタッチかトランスファーかファインド。振り込む。Please。アタッチかな？違いますか？振り込むはトランスファー。なるほどね。あんまり。まあでも、振り込む自体は普通に悪い単語ではないか。トランスファー。そうですね。移すのイメージが強かったんで、お金を移す、振り込むという役にもなるということですか。飯はまだなのかい？おじいちゃん、今食べてるでしょ。ここまで豪華な食卓を並べられた後に飯はまだなのかいって、あれですよね、いただきますはまだなのかいってことだよね。ね、あのお相手のおばあちゃんが座るまで待ってくれているという解釈でいいんだよね。 Is my meal not rice yet? Is my meal not ready yet? Is my meal...Not first yet. 飯はまだ ready 準備だと思うんですけど、 OK ですね。 Is my meal not ready yet? 用意が yet はまだっていうことなんでね、私の食事はまだ準備できてませんかということになりますね。次に行きましょう。そろそろ水をください。マヨネーズはもうたくさんです。何あげてんだ、水とマヨネーズってね。ある意味マヨネーズのところ油大量だから、水と油のね完全対象ぐらいな感じになりますからね。 Give me water already, I've had enough mayonnaise. どこでどういう言い方をすればいいんだろうね。 Give me water already, I've had spicy mayonnaise. もうたくさんですっていうところが変わってますね。Give me water already, I've heard real mayonnaise. Enough かな？たくさん、十分ですってことで。Give me water already, I have enough mayonnaise. さあ、OK ですね。さあ、2問正解。悪くないですね。というか、本当マヨネーズあげるのはやめてあげな。塩分化だとね、水分不足で死んでしまうよ。いやー、普通に、なんか、あのニュース番組で水の代わりにマヨネーズを与えられていたとかさ、そういう感じの本当ですかみたいな感じのね、そういうニュースになってしまいますよ。はい、ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。